松島とと町,町の住宅で高齢の女性を殺害し現金を奪ったとして強盗殺人の罪に問われている男の裁判員裁判で検察側は無期懲役を求刑しました起訴状などによりますと松島町,町の無職相沢太公被告はおととし7月近くに住む小野金子さんの住宅に侵入し頭を金槌で何度も殴り殺害した上 およそ5万2千円を奪った強盗殺人などの罪に問われていますこれまでの裁判で相沢被告は暴行した時点では財布に気づいていなかったと主張していて初めから強盗の目的目的があったかが争点となっていますきょう仙台地裁で開かれた公判で検察側は相沢被告は犯行前に入念に下見をしていて 金目的で侵入したことは明白と指摘借金があり金が必要だったという身勝手な理由で無関係な被害者を殺害したことは極めて残忍であるとして無期懲役を求刑しました一方弁護側は暴行した際には窃盗する意思はなかった年齢が若く更生の機会を与えるべきとして有期刑が相当だと主張しました 判決は今月10日に言い渡されます。